株式会社ハードオフコーポレーションは、新潟県柴田市に本社を置く、中古品リユース販売業を直営店また、フランチャイズ方式で全国に展開する企業。1972年8月に、新潟県内で、オーディオ専門店、株式会社サウンド北越で事業を始めた、山本義正が1993年に、サウンド北越を、ハードオフに、 業態変更したことに橋を発する。以来2020年4月時点で直営、フランチャイズ合計で全国、海外に900を超える店舗を展開している。また通販も行っており、全国の欲しいものが手に入れやすくなっている。ブックオフコーポレーションの創業者、坂本隆が主催していた企業勉強会を通じて、創業者同士が個人的に親しくしていた縁から、 互いのフランチャイズに加盟する関係である。例えば、秋田県、山形県、千葉県の一部店舗及び本社がある、新潟県内のブックオフ店舗は、ハードオフコーポレーションがエリアフランチャイジーとして運営している。しかし、2015年3月31日に、ブックオフ独自で家電製品のリユース業を展開するため、一部エリアフランチャイズ加盟契約が解約され、 友好関係は保ちつつもライバル企業となった。ハードオフの業態がブックオフのリユース販売に着想を得て生まれた関係からロゴマークや店内環境も共通しており、ブックオフ系列の店舗が同じ建物内や隣接地に出店している場合も多い。中にはブックオフスーパーバザー、八王子南屋店など一部ではブックオフとハードオフホビーオフが同一施設内で、 同じジャンルの商品を競合販売する状況も見られる。2017年11月には、新刊書店のブック ON をブックオフの店舗と併設して開店するなど、新しい展開となった。店舗一覧は、ハードオフコーポレーション店舗検索参照。ハードオフオフハウス原町店福島県南相馬市、原町区北源寺境掘241市、会社である。 エコプラスによる、運営モードオフ桜新町サザエ3通り店、東京都世田谷区桜新町1-15-19、ブックオフ、ブックオフスーパーバザー、B キッズ、B スポーツ、B スタイル、B ライフ、B セレクトは、ブックオフコーポレーションがフランチャイザーとして展開している。基本的には、複合店舗が中心で、武蔵小山商店街パルム店のように、 店舗面積やテナントの関係上、単独店舗が近隣に分散しているケースもある。ブックオフとの共同店舗もあり、特に新潟県や千葉県、岐阜県に多く見られ、新潟県ではブックオフ単独店舗は存在しない。運営は直営のほか子会社のハードオフファミリー、フランチャイジーとして、ゼロエミッション、グッドガイブラザーズなどが運営している。 千葉県内のブックオフと共同店舗は同一会社の運営だが、ハードオフホビーオフ、八王子南屋はブックオフスーパーバザー内の一角にあり別会社の運営である。また、野豪ごとに取り扱い品目は分けられているが、店舗によって区分は厳密ではなく、オフハウスやハードオフで鉄道模型を扱っていたりもする。一部の店舗では、 フランチャイズで営業している、ブックオフを含むグループすべての取扱品目の買取を一括で行っており、例えば、オフハウスで買い取った CD や本を、ブックオフで、オーディオ機器を、ハードオフで販売するなど、買い取った商品を、それぞれの系列店舗で販売するところもある。一方で、新潟竹雄店など、取扱い品目を限定し、特定の分野に特化した店舗もある。 公式ページも参照のこと。店内には常に BGM が流されているが、店舗形態によって以下の種類のいずれか、または複数を使い分けている。店内自動案内放送は2021年度より、島村ひとしと富高幸が担当。2020年度までは劇団一人が担当していた。 メロディは共通でナッシュミュージックライブラリーの SC-1903 である。また、公式アンバサダーの MCU による楽曲、ラブハードフも使用されており、歌詞はハードオフをイメージしたものになっているが、ハードオフ以外の系列店や、ハードオフが運営するブックオフでも流されている。かつて、期間限定で MCU による店内自動案内放送も放送されていた時期もある。 なお、ラブハドフの CD は一部のハード、オフテンポ限定で、ジャンクとして販売された。かつては、ハードオフコーポレーション運営のブックオフテンポでは、清水国明のナレーションによる買い取り方法等の放送は流されていなかった。ありがとうございます。